環境考古学は、生物学、地質学などの自然科学的分析法を用いて、様々な時代の考古学研究における、自然環境と人間の相互関係を明らかにしようとする学問。ゴードン・チャイルド。オーストラリア生まれの考古学者、文献学者。ヨーロッパ戦士時代の研究を専門とし、新石器革命、都市革命を提案した。代表的な著書は、 文明の起源及び歴史の明けぼの。チャイルドはロンドン大学に環境考古学部を設け遺跡から発見される動植物遺体の分析、土壌の物理的、科学的研究、花粉分析等の分野における研究に基づき人間と環境変化の問題を取り上げた。現在、ロンドン大学考古学研究所は人間環境部、保存科学部、選手考古学部、 ローマ属州考古学部、西アジア考古学部、考古写真部の6部構成となっている。そのうち、人間環境学部では、第4期生態学、地質考古学、植物考古学、人類進化と生態学、土壌学と考古学、無脊椎動物生態学と考古学、脊椎動物の生物学を科目として、自然科学の処分野との共同研究が行われている。 国際日本文化研究センター名誉教授の安田、吉則は古代文明の比較を研究テーマとし、日本の環境考古学の創始者と言われる。環境や文明に関する著作が多い。著書には、環境考古学ことはじめ、人類破滅の選択、環境考古学が明かす古代文明の精水などがある。近年、安田以外にも、 環境考古学の研究者も増えてきている。環境考古学の研究が進むにつれて、多くの自然科学との連携が進んでおり、地球温暖化、地震、花粉分析、DNA 研究、心の問題まで、あらゆる分野と考古学との関連が明らかとなっている。ありがとうございます。